今日はですね、高志市のとあるエリアに来てるんですけども、まあちょっとかなり年季時代を感じるバス停あります。美北バスですね。大曲がりという場所にあるんですけど、結構ね山の中に入ってきてます。で、まあこの辺ね、もう全然全く集落がない中でのバス停、誰か降りるのかなとか思いながら、1日に片側だけでも2本だけかな、まあ、そんなエリアでございますけど、この上にまだずっと道が続くんですけど、だいたい5キロ先かな、5キロぐらいかなに、なんか集落があるんですけども、そこに食堂があるということで、今日はちょっとねそちらの方に行ってみようかなと思います。今日のお店がこの松屋ストアというお店なんですけども、この食料品と医薬品食堂仕出しって書いてるんですけども、こう見ると普通のストアに見えるんですけど、どうなんでしょうね。食堂ってこんなんですかね、うん、どっから入って そこの、まっすぐ行って突き当たりを左です。あ、ここですか。そう、車庫の中を。あ、車庫の中を、はい、ありがとうございます。
というわけでごちそうさまでした。ラーメンとうどんとカレーライスとチキンライス、焼き飯、まあ、その他ライスあったんですけどね、ご飯系はねもう売り切れてました。かなりなんか有名なお店だそうで、このラーメンもね400円、大盛りなら500円、もうねボリュームがすごいあって、懐かしのね中華そばかなということで、ぜひ皆さん行ってみてください。すごいねのどかな場所でございます。天空の郷と言われるほどかなり山の上にあるということで、おすすめのスポットの一つです。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。